ビルヘルムフリック、ビルヘルムフリック、ビルヘルムフリック、1877年3月12日から1946年10月16日は、ドイツの政治家、国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党国会議員団長、駐ューリ元州内務大臣兼教育大臣、ドイツ国、ヒトラー内閣内務大臣、米面命令保護両総督を歴任した。全権委任法。 ニュルンベルク法、強制的同一化政策の制定、ナチス式敬礼の義務化に大きく貢献した。ニュルンベルク裁判において、死刑判決を受け、処刑された。1877年3月12日、ドイツ帝国領法バイエルン王国のアルゼンツに、教師ウィルヘルム・フリック、ビルヘルム・フリックの息子として生まれる。母はその妻ヘンリエッタ、ヘンリエッテ、旧姓。 シュミット。祖父は、父方も母方も北プファルツの農民だった。フリックは4人兄弟の抜子で、兄1人と、姉2人がいた。カイザースラウテルンの小学校、ギムナジウムを出た後、1896年から1901年に、かけて、ゲッティンゲン大学、ベルリン大学、ミュンヘン大学、ハイデルベルク大学などに通い、1901年に、 ハイデルベルク大学から法学博士号を授与された。1900年から1903年までカイザースラウテルンで弁護士をしていた。1903年にバイエルン王国の判事保試験に合格し、税金問題に携わった。翌年から司法官としてミュンヘンを中心としたオーバーバイエルン管区長で勤務する。その後、1905年から ミュンヘン警察本部となる。1907年からは、ピルマーアーゼンスで、管区長司法となる。第一次世界大戦には従軍していない。1917年からは、行政司法となり、ミュンヘン警察本部で不当利得者や密売買を取り締まる部署の部長を務めた。1919年には、行政公務員及び、ミュンヘン警察本部政治警察庁に就任。ちょうど、 バイエルンレーテ共和国の樹立騒ぎがあった時期で、フリックは共産主義者の取り締まりに尽力した。1921年にはミュンヘンの警察第三局課長となり、1923年2月からはミュンヘン警察本部の刑事警察庁に任命される。1923年に国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党の党首アドルフ・ヒトラーと初めて出会った。 ヒトラーが、党集会を行いたい旨の申請を、警察の政治部長だったフリックのところへ持参しのがきっかけだった。ヒトラーとナチ党の理想に共感したフリックは、同年にナチ党に入党した。1923年11月のミュンケン一期にも参加したため逮捕され、含む規定違反を理由に、バイエルン州での公務を解雇された。主要参加者として、ヒトラーやルーンドルフ、 レームらと共に裁判にかけられ、1924年4月1日の判決で15ヶ月の禁錮刑判決を受けたが、執行猶予がつけられ、判決後に釈放された。1924年5月4日、ナチ党の優党、ドイツ民族自由党から国会議員選挙に出馬し初当選した。同年、当時としては衝撃的な二つの法案を国会に提出した。 ユダヤ人の公職就任禁止法案とユダヤ人と非ユダヤ人の婚姻を禁止する法案である。これは後に、ナチ党政権下で反ユダヤ主義法、ニュルンベルク法として可決成立することとなる。1924年からは、ミュンヘン警察本部の刑事課課長、1926年には、ミュンヘン最高保健局主席公級管理となる。 1925年にナチ党が再建すると再入党し、1928年にはナチ党の全国指導者として、同党国会議員団の団長となる。フリックは国会議員の力を使ってヒトラーがドイツ市民権を取得できるよう尽力した。当時のドイツでは公務員になれば自動的にドイツ市民権を取得することになっていたので、ヒトラーを ヒルドブルクハウゼンという小さな町の地合い関係の公務員になれるよう手はずを整えた。しかしあまりにみすぼらしい役職にヒトラーが激怒して事例を破り捨ててしまった。結局、1932年2月25日になってフリックはブラウンシュバイク州のベルリン駐在州公使館付け算時間という形式でヒトラーにドイツ国籍を与えることに成功した。 フリックはこの業績を最も誇りにしていた。1929年12月8日の駐林研州、議会選挙で、ナチ党は11%の得票を得て、衆議会に6名の議員を出した。その結果駐林元州首相、エルビン・バウム。地方政府とはいえナチ党員が、閣僚職を手にしたのはこの時が初めてだった。 中林研修内務大臣、教育大臣としてフリックが行った政策は、後のナチ党政権の政策の先駆けだった。バイマル共和制審判の警察官は、中林研修警察から次々と追放され、ナチ党委員やナチ党審判の警察官が続々と送り込まれた。1930年7月には、イエナ大学に、ナチ党を抱えの人種学者、 ハンス・ギュンターの人種学の特別講座を設けさせた。反戦映画、西部戦線異常なしは上映禁止処分となり、ジャズも禁止された。州の芸術大学ではかつてバイマルにあったバウハウス色の一層が図られ、大敗美術反対派の評論家シュルツェナウムブルクが招聘されて、近代美術の展示や近代学の演奏が禁止された。一方でハンユダヤ主義プロパガンダ作品には、 一切の検閲が廃されてやりたい放題となった。1931年4月1日に、チューリン元州内務大臣、教育大臣職を辞した。1932年から再び、ミュンヘン最高保健局所属となる。1933年1月30日、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領より、アドルフ・ヒトラーが首相に任命された。フリックは内務大臣として、 ヒトラー内閣に入閣した。成立当初のヒトラー内閣におけるナチ党員は、首相アドルフ・ヒトラー、無人諸大臣ヘルマン・エーリング、そして内務大臣、フリックの3名のみで、他の閣僚メンバーは、フランツ・フォン・パーペン内閣時代からの貴族閣僚と、ナチ党の連立相手である、国家人民党のアルフレート・フーゲンベルク、鉄カブト団のフランツ・ゼルテなどによって占められていた。 大統領パウル・フォン・ヒンデンブルクの影響が大きく、権威主義的保守閣僚たちが、ナチ党、閣僚三人を取り囲む構図になってい。フリックは1943年までの10年間に、わたって内務大臣を務め続けることになる。政権初期に大きな権限を持っていたフリックは、ナチ党の強制的同一化政策を推し進めた。1933年3月23日には、 全権委任法に内務大臣として署名した。これによりヒトラー独裁体制が確立された。さらに1933年12月1日には党と国家の統一のための法律に署名。これによりナチ党とドイツ政府は一体化され、ナチ党以外の政党の存続と樹立は禁止された。内務大臣としてのフリックは、 ドイツの地方政府の自治権を奪い、中央集権体制を確立するのを急いだ。フリックは1933年3月にハンブルクで中央政府に服従しようとしない、州政府がアバ軍隊を差し向ける、と演説した。そして1933年3月9日から3月15日にかけて各州の自治権取り上げが行われた。 強い抵抗を見せたハインリヒヘルトのバイエルン州、政府も3月9日にフランツフォンエップ率いる突撃隊、新英隊部隊によって制圧された。しかし、プロイセン州だけはうまくいかなかった。プロイセン内務大臣を兼任していたゲーリングは、プロイセン行政機関を自らの指摘機関に仕立て上げて、フリックのドイツ国内務省に吸収れるのを避けようと、図ったためである。 フリックは1933年11月に警察権を完全に中央政府へ移行させることを起としたが、この時もゲーリングはゲシタポープロイセン内務省から独立せて自分の直接指揮官の機関にするなどして逃れようとした。フリックはゲーリングへの対抗としてバイエルン州警察長官を務めていた新英隊全国指導者ハインリヒヒムラーに接し、 1933年末から1934年初頭にかけてヒムラーにプロイセン州を除く全州警察権力をヒムラーに委任した。ゲーリングはこのフリック・ヒムラー連合との決定的な対立は望まず、1934年3月末に行われたゲーリングとフリックの間で交渉の結果、プロイセン州行政組織はプロイセン州財務省を除いてすべて、 ドイツ国内務省に吸収されることとなった。ゲーリングの下で、プロイセン内務省警察局長をしていた、クルトダリューゲはドイツ内務省に入省した。1934年4月20日にはヒムラーが、ゲーリングから、ゲシタポ長官代理に任じられ、ユタポの実質的指揮権を獲得した。フリックはヒムラーを全面的に支持していたわけではなく、その強引な捜査手法について批判をしていた。 1935年1月30日に、フリックがヒムラに宛てた書簡は、バイエルン州における保護交金数は、他の州と比べても異常であると苦言を呈している。フリックはヒムラより、クルトダリューゲを高く評価していた。ダリューゲを、ドイツ国内無償警察局長に任命していた。フリックはヒムラを名目的な事務職にして、ダリューゲに、警察の実権を掌握させる構想を持っていた。 しかし1936年6月9日にヒトラーはヒムラーの全ドイツ警察長官就任と閣議への出席の提案を認めた。フリックはヒトラーに抗議したが、ヒトラーはヒムラーを閣僚に任命したわけではい。彼は官房長官として閣議に出席するだけだと述べて、フリックを納得させた。フリックも応じるしかなくなり、1936年6月17日に、 ヒムラーを全ドイツ警察長官に任じた。フリックのオスダリューゲはヒムラーから秩序警察長官に任命され一応厚遇されたが、ゲシュタポなど権力の源泉となる政治警察はすべてハイドリヒの保安警察にまとめられたため、ダリューゲの権力は低下した。ただし、フリックとヒムラーの両者の実際の力関係は、ともかくとして、形式上、国家全域の統一基準の設置が、 内務大臣であるフリック,リックは形式的な内務大臣であることが多かったとはいえ、見逃すことはできない犯罪的な法律の起草にも携わっている。ニュルンベルク法をはじめとするユダヤ人を社会から排除する法律や、1934年6月の長いナイフの夜での粛清を正当化する法律を 起草したのはフリックの内務省であった。1938年1月25日、ゲシュタポは内務大臣の承認を経ずに国民を保護抗勤することを認められ、これによってフリックが内務大臣として所持していたゲシュタポへのわずかな拘束力も完全に滅ぼした。第二次世界大戦回戦でドイツが完全に軍事国家と化してしまうと、 フリックの力は一段と低下した。戦時中 SS 権力がますます巨大化していく中、反 SS 的なフリックは邪魔な存在になり、1943年8月20日に、フリックは内務大臣を解任された。公認の内務大臣に就任したのは、新英隊全国指導者であり、全ドイツ警察長官であるハインリ・ヒムラーであった。ただし代わりにフリックは無所大臣に任命され、 形式的な閣僚としての地位は保った。1943年8月24日、フリックはコンスタンティン・ホン・ノイラーとの公認として、米面命令保護領総督に任命された。しかし、ここでも実権は、同保護領担当国務省、カール・ヘルマン・フランクが握っており、事実上の左遷措置を取られたフリックは相変わらず、形式的な存在でしかなかった。 1945年5月4日、連合軍に逮捕された。1945年11月から始まった、ニュルンベルク裁判で起訴された。フリックは4つの起訴事項。第1起訴事項、侵略戦争の共同防御。第2起訴事項、平和に対する罪。第3起訴事項、戦争犯罪。第4起訴事項、人道に対する罪すべてで起訴された。後半中。 フリックは無表情な顔と正規のない目をしていたため、精神分析医、ダグラスケリー少佐はフリックを最も目立たない被告と呼んだ。裁判ではフリックは証言を拒否し、証言台に立たなかった。1946年10月1日に判決が下った。判決はフリックについて、常に過激な反ユダヤ主義者としてユダヤ人をドイツの生活、 経済から締め出す目的を持つ数多くの法律を寄贈し、署名し、実施した。フリックの反ユダヤ主義法令が最終解決への道を開いた。米面命令保護両総督としてのフリックの権限は前任者に比べかなり制限されたものであったことは事実である。しかし彼はヨーロッパにおけるナチスの占領政策、特にユダヤ人に対する承知は十分に承知していた。 メーメル、ダンツヒ、西プロイセン、ポーゼン、オイペン、マルメディ、モレスネートなどに、ドイツ化を行ったことに責任を負う。として、第二起訴事項、平和に対する罪、第三起訴事項、戦争犯罪、第四起訴事項、人道に対する罪の3つで有罪とした。彼に下された、量刑判決は、公主刑だった。 1946年10月16日午前1時10分から自殺したヘルマン・ゲーリングを除く死刑囚10人の公死刑が順番に執行された。フリックはリッペントロップ、カイテル、カルテンブルンナー、ローゼンベルク、フランクの後6番目に処刑された。フリックは公主台の階段を登る際によろけたので支えられながら登った。最後の言葉は不滅なるドイツ万歳。 だった。公式系はうまくいったとは言えず、フリックの顔はひどい傷を負った。おそらく落としとが小さすぎたことと首に縄をかける位置が良くなかったためと思われる。六十九歳ボー自殺したゲーリングを含めて、フリックら十一人の遺体は、アメリカ軍のカメラマンによって撮影された。撮影後、木箱に入れられ、アメリカ軍の軍用トラックで、ミュンヘン郊外の墓地の火媒運ばれ、 そこで焼かれた。遺骨は、イーザル側の支流コンベンツ側に流された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。